静岡さんです。今日は今年の総集編、 SBS のニュースサイトなどで閲覧数が多かった上位3つをご紹介します。題して静岡産プレミアム2023、県内で作られた特別なもの集めてみました。ネオンの明かりに若者が魅了されています。今年4月、静岡市内で開かれたネオン館のアートイベント、若い人たちに今レトロなネオンが人気なんです。イベントを開いたのは静岡市の青いネオン、創業72年、看板のネオンなどを扱う老舗です。かつてはネオン館でしたが、今は LED で全国の看板を手掛けています。工房を覗いてみると、ネオン館のアート作品が並んでいました。ここにあるのは全て昔ながらのですね、ガラスでできたネオン管でございます。昔ながらのネオン管は看板では使われなくなりました。それでもネオン管の文化を未来に残したいと、今アートの世界に力を入れているんです。ネオン管アート作りは手作業。まず800度くらいの温度でガラス管を曲げていきます。職人の数は今は全国に50人ほどしかいないそうです。温かみがある光が魅力のネオン管、 SNS で映えると注目され、存在を輝かせています。日常を離れ贅沢な時間を工芸品と過ごす宿、静岡が誇る工芸品に触れながらゆっくりと過ごせる宿が静岡市にあります。今年オープンしたばかりです。こちらお部屋になります。すごい雰囲気が素敵です ね。もう築100年以上の古民家ですので、そのまま梁もそのまま使って生かしております。天井も梁もこのままになっております。築100年以上の古民家を宿にリノベーションしました。泉ヶ谷工芸の宿和楽、工芸と過ごすをテーマにした宿です。ベッドサイドを灯すテーブルランプは駿河竹千筋細工、静岡市が誇る伝統工芸品です。職人さんの本当に匠の技をしっかりお部屋で見てもらうことによって、工芸品の素晴らしさを楽しんでもらいたいっていう思いもありますね。食事は徒歩2分の場所にある予約がなかなか取れない人気レストランで、駿河湾の海の幸などを楽しめます。20代30代の方たちが予約をしていただいて、工芸品と触れるっていうのがすごくなんかこう新鮮みたい。たまには日常から離れ、工芸品とともにゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。閲覧数第1位は、祭りの常識を変えるアルミ製の横笛。祭りなどで使われるこちらの横笛、その名もシャラクサイ。カラフルな横笛です。今年200万人以上の人が訪れた浜松祭り、見どころの一つがお囃子ですが、シャラクサイは2年ほど前から使用され始めました。シャラクサイはアルミ製なので丈夫な上、湿気に強いため劣化しづらいのが特徴です。また蓋を取り外して水洗いができるんです。演奏時の音色の周波数が竹でできた篠笛とほぼ同じ構造という評価を受けています。シャラクサイを作ったのは、車椅子や二輪、船外機などの部品加工を手掛ける山田金属。以前は企業向けの部品のみを製造していましたが、細長い材料を機械で加工する技術を生かし、初めて
消費者向けの商品として写楽祭を開発しました。お祭りですと、お囃子の、技術の継承とか伝統が今なかなか難しくなっているという部分もありますので、お子さんとか若い女性の方が持っていただけそうな笛を通じて出る人が維持される、もしくは増えるっていうのが今の目標となっております。アルミでできた写楽祭の音色が祭りをきっと盛り上げます。